俺の区間は AW ゲーム。はい、どうも、それです。今回はですね、まあ、この右上のバナーの方ですね、これ押していくとわかるんですけれど、左下に弦なしアイテム多数っていう風に出るんですよね。まあ、これが何なのか、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと考察していこうかなという風に思います。それでは、やっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、期限なしアイテムっていうのが、まあ、出てますよね。金言の表示プラス期限なしアイテム多数っていう風になってるんですよ。多数ってことは、まあ、種類があるという風になると思いますので、まあ、種類があってしかも任意の消費っていう風に書かれているのであれば、まあ、単純に考えると限定金券ショップの追加の方になってくるのかなと、まずは思いますね。はい。でも限定金券ショップで期限なしってどういうことなんでしょうね。ここら辺はちょっとなんか矛盾してくるような気がするんですよね。まあ、期限なしの金券という風にも読むことはできると思いますね。まあ再起動っていう風になってますから、4周年イベント第1弾が来たタイミングと、まあ割となんか似通った要素っていうのが、公約行動内に再び実装されるのかなっていう風に思いますね。まあ第1弾の方で、まあ大きかった要素で言うと、まず限定金券ショップの方ですね。はい。これでまあ限定金券を消費して、まあいろいろ入手できますよっていう部分。まあそしてまあプラス、まあ限定金券自体の存在っていうところですね。まあこれも結構大きな要素かなっていう風に思いますね。まあ、この金色確定の欄の方ですね。まあ金券とか、まあここら辺が手に入るものに関しましても、まだ非表示になっているもの、第2弾以降の、まあ、なんで、行われるですね、まあ、そのイベントっていうのは、このランの中に一応まだないっていう風になってますから、まあ、ここにさらなる追加がされるっていうですね、まあ、そういうところも考えることはできるのかなという風に思います。まあ、第2弾という風に言われる間が、だいたいですね、11月11日から11月24日までという風になると思いますので、まあ、その間、まあ、13日のイベントだけっていう風に考えるのは、まあ、少しなんか少ないような気もしますので、まあ、また週末の方、まあ、今のところその最初のやつ以外は週末にイベント入ってますから、13日、そして20日の方にも、まあ、何か来るのかなっていうふうには思います。まあ、いずれにせよ、まあ、いろいろですね、限定金券を消費していくってことは分かるような、そんなものってのが来るわけですよね。まあ、限定金券ショップの方に新しく交換できるアイテムが、まあ、実装されるとか、まあ、今ある勲章とかの交換回数の方が、まあ、一度リセットされるとか、まあ、ガシャの方も新しく追加されることは分かってますよね。まあ、新しいガシャの追加なのか、それとも既存のガシャの方に追加していくのか、入れ替えていくのかってのは分からないわけなんですけれど、一応その限定金券使い道っていうのは予想がつきますので、とりあえず今は、まず限定金券の貯金というのをしておいた方がまあいいのかなというふうに思います。まあそれが今のところ一番得できる方法なのかなっていう感じですよね。まあこれからですね、また限定金券が配られるかもしれませんけれど、まあそれもね、絶対配られるかっていうのは分かりませんし、まあ限定金券じゃなくて、まあ期限なしのアイテムっていうと限定ではない金券っていうのも配られる可能性というのは十分あると思います。まあこの文面を見るとね、普通そうですよね。期限なしで金券の絵写ってるんだったら、じゃあ普通の金券配るのっていうふうにもなるわけじゃないですか。分かんないですけれど、それは。ただまあそこをですね、当てにするのはあまり良くないのかなっていう。まあ、金券自体を配ることっていうのは、まあ、今回はしてこなかった公約行動運営ですので、まあ、そこを当てにしていくよりも、今あるものを使って、まあ、貯金して貯めておくと。で、第2弾が来たタイミングだったりとか、13日、20日に対して、まあ、どうやってですね、金券の方を使っていくのかっていうのを、まあ、考えていくのが、まあ、一番ですね、建設的な方法になってくるのかなっていうふうに思いますので、まあ、皆さんそこら辺はですね、まあ、参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、まあ、11日の効率いい入手方法とかありますか？と。まあ、やっぱ金色確定ガチャじゃないですか。金色確定ガチャの方で、まあ、限定金券とかで交換できるアイテムを出してから、一回止めておいて、限定金券ショップの方で買ってから入手するっていう。まあ、それによって被らせて、まあ、チケット作れますんで。まあ、それが一番いい入手方法じゃないですかね。で、次ですね、サブアカとか友達に手伝ってもらったりとかで、5万再生達成してもクリアになると、まあ、コアネカリっすよね。結構なんか最近5万再生達成するために、なんやかんやしてる人っていうのは多いですよね。どうなんですかね、あれって。結局その動画投稿キャンペーンってわけで、まあ、いい動画を投稿している人に特典をあげたいよってことで、まあ、されているこんな感じのイベントですから、まあ、内容がないような動画で達成してもどうなんだろうねっていうのは正直思うんですよ。本当にダメな動画とかやったら、まあ、多分弾いていると思いますし、こういう行動運営も、まあ、ダメじゃない動画とかでも達成されている方いらっしゃいますけれど、どうなんでしょうね。なんか違う方向に行っちゃうみたいな、そういうのはありますよね。数字の力でやっているだけで、まあ、動画の質は問わないみたいな感じになってて、まあ、それでまあ事実達成している方がまあいらっしゃるのは、まあ、あまりいい流れではないですよね。まあ、それがまあ普段からですね、グレーなことをされているような、そんなクリエイターだったらいいんですけれど、そうではなくて、まあそこそこの数字を持っている人ですらそういう風にされているのは、まああまりいい流れではねえよなっていうのは本当に思うんですよね。だから公約の界隈でなんか動画作成に純粋に力を入れてる人ってマジで少ないっすよね。うん、なんかインフルエンサーの数に対してこれに力を入れている人間の割合っていうのがマジで少なくて、
なんか、どうなん、なんか、歪んでるというかね、歪な構造だよなってのはずっと思ってますね。まあ、そこら辺とかはね、実際何をするのかは知りませんけれど、規約見てみればいいんじゃないですか。で、次ですね、荒野行動をやめる理由は iPad 持っていても、プロとか AirPods じゃないとまともに動かないからだと思うと、そうっすよね。このゲームは人を選びすぎですよ。うん。人と端末を選びすぎている。まあ、その、あまりにもスペックの低いね、例えば iPhone 6とかで荒野行動したいよってのは、さすがに難しいと思うんですけれど、まあ、そこそこのね、iPhone とか、まあ、Android の端末とかでも、全くプレイできないっていうね。そんな感じのゲームで、iPad とかでも、まあ、無印とかやったら、最近は結構きついっていう風に言われている方も増えましたよね。人を選びすぎだと思うんだよな。手軽にできるのがいいところなのに、スマートフォンゲームの手軽さのかけらもないからね、どうなんだって思って。あまりにもそのなんか、かけ離れすぎている、実際の需要と出しているものが、ね、なんでそんな、ねっていう風に思うもん。それも思いますし、なんでそんな感じの展開をしているのかもわかりませんし、なんでこんなゲームが、その日本のですね、モバイルガンシューティングゲームの覇権を握っているのかすらもわかんない。意味わかんないもん。だってゲームできないの。ゲームできないゲームなのに、覇権握ってるの意味わかんない、本当に。これよりもだって、ゲームのできるさ、ガンシューティングゲームって、他にあるわけじゃないですか。そっちの方が俺絶対いいと思うのに、なんでこのゲームが覇権握ってるんですか。ここ自体がね、マジで意味わかんないんですよね、本当に。まあね、こういうゲームだから、ある程度のスペックを要求されるのは仕方ないやろっていう風な、まあ声もね、見るときありますけれど、そもそもね、スペックが必要なゲームは、スマートフォンには求めないですね。パソコンですると思うんで、そういう人たちっていうのは。スマートフォンに求められるのは、手軽さですよ。それ以外ないよ。うん、クオリティなんてね、誰も求めてない。なんかね、そことずっとかけ離れたね、行動ってのも、荒野行動運営は、されてますよね。よくわかんないよ、本当に。で、次ですね、まあ、どれだけ叩かれようと、課金してくれる人がいたら、運営も変わらないよなと。まあね、荒野行動運営も、まあ今からその Apex Mobile とか、PUBG New State とかが来て、まあ結構そこら辺と戦っていかないといけないっていう、確実にそのお客さんを取られることはもうわかっているわけじゃないですか。まあそれに対してどうケアをするんかなと思ったら、課金方面のケアだったんですよね。そっちなんだと思って、アイテムの入手手段とかね。そっちじゃないだろうっていうふうにはずっと僕思うんですよね。うん、そこじゃないっすよねっていう。軽量化だよな、必要なのは、このゲームにとって大事なのは、もう唯一大事な部分ですよ。PUBG New State とか、まあ Apex モバイルとかもなんだかんだその必要スペックっていうのは上がることは予想つくわけじゃないですか。まあ、それに対して差別化していくんだったらより手軽なゲームでそれしかないもんね。でも軽量化っていう部分からだけは荒野行動運営ね逃げているっていう、それだけはする気はないんでしょうね。できないんでしょうね。もうなんか作った人間っていうのが荒野行動運営の中にいないから、まあ、難しいんだろうなっていうふうに思うんですけれど、うん、でもそこだけだよ本当に。うん、そこがまあクリアできれば勝てると思いますし、クリアできなければ負けるよ。うん、そんななんかね、まずゲームが動くか動かないかとか、バグがあるかないかとか、トラブルが起きるか起きないかとか、起きやすいか起きづらいかとか、まあ、そんななんかね、ゲームが始まる前のところで戦っているのは荒野行動ぐらいっすよ本当に。どうなってるんってもマジで思うんすよね。あまりにもね、その程度が低すぎる。まあもちろんそのどんなゲームでも不満ってのが上がることがあると思いますね。まあ、その不満っていうのは、まあある程度はクリアするべきですけれど、まあ線引きして、まあこれは難しいだろうっていうところで、まあ、止めておくっていう、うん、クリアできない不満もあるんで、そこに関しては正直無視っていう形になるものもあると思うんですけれど、このゲームの不満に関してはね、無視できないよ全部。うん。だってあまりにもだってゲームがさ、成り立たないレベルのことが奮発しているのに、全部クリアする気ないもんね。うん。よくわかんねえんだよな、本当にそこは。で、次ですね。運営はプレイヤーに楽しんでほしいというよりも、利益のことを考えている。まあそうでしょうね。うん、まあ、今回の周年で、まあいろいろ手こ入れして変えた部分っていうのも、結局その利益要素であって、ゲーム性の部分ではないですもん。ゲーム性というかまあゲームの根幹の部分が、このゲームで大きく改善したことは一度もないですよ。まああまりにもね、プレイしづらすぎる。結構細かい部分まで言うと、全然まだまだありますからね、悪い要素っていうのは。まずは、まあその、動くか動かないかっていうところを言ってますけど、なんでその動くか動かないところって、クソゲーじゃん、それってな、完全に。うん、意味わかんねえもん。例えばね、単純なその、戦闘するときの射撃ボタンの配置とかあるっしょ。ボタンの当たり判定あるじゃないですか。まあ、そこからしてまずおかしいもん、このゲーム。ね、操作設定1、2、3ってあるでしょ。あれの当たりの判定もおかしいもんね。ずっと思ってるけど、言う人いないけどさ、全部おかしいんだよな。なんであんなタッチバグが出やすいさ、方式しかないの。もうそれがまず意味わかんない。そこからわかんないもんね。それもわかんねえし、わかんないことが多すぎる。なんでそんななんか、直さないのそこみたいなことが。山積みになってる。ね、そこをすべて無視して、ただイベントだけを打っているみたいな。改善要素を出したとしても、それは既存要素の改変ではなくて、新規要素の追加でお茶を濁す。まあ、そんな感じのことをずっとしてますよね。まあ、昔ね、結構グリッチで、床下に潜れるグリッチっていうのが多くね、発生したんですよね。まあ、それが多く発生した後、全てをその修正するかと思ったら、なんとこういうことを言えば、キャラクターが何かの下に潜ったら、上に表示されるっていうね、もう意味わからん仕様にしたんですよ。で、その結果、今度はその上に行く仕様を活かして、上に行っていろいろしようっていう人が現れて、そこからまた下に戻すみたいな。そんな感じのことをしていて、意味わかんねえもん、なんか、その、純粋にさ、なんか楽しませる気ないよねっていう。ただ今ある問題点っていうのもその場限りで解決できれば OK だろうみたいな、なんかそんな感じっすよね、やってること。